皆さんこんにちは、イアです。これはマーク3の改修版。煙突を撤去。ジェットエンジンに換装。この世界のジェットパワーは枝分かれすると増える。だから11個にマシマシ構成。パワーを感じる。燃料は3倍以上に。速度も大幅アップ。波越え視点。貫け。これこそがパワー。今回のミッションはサメの捕獲。もちろん人みたいについてきてくれるわけじゃない。サメ捕獲用のケージを搭載。後ろの部分は別に用意。ドッキング作業。まずは本体側のウインチを伸ばす。ケージに接続。次は巻き上げ。これで上半分は接続。曲げて下半分も接続。あとはウインチを本体側に戻して準備完了。マーク3、シャークキャッチャー仕様。あった。君が欲しい。なんてね。チェスト。思っていたよりうまくいかない。サメの位置が高すぎるんだね。問題点が分かれば改良。観念しなさい。サメが入るとセンサーが反応して入り口を塞ぎ、ケージが分離。もう一匹も捕獲。あとは運搬。ひとまずマグオールで引き上げ。氷床に乗せて動けなくしたらコネクターでがっちり接続。あとは連れて行くだけ。ミッション完了。少しの辛抱だからね。健康診断が終わったらすぐに返してもらってね。次のミッションは行方不明のタンカーの捜索。まずは捜索から。まずは偵察機で出撃。確認用にファイルを覗いてるけど、霧がある時にだけ発生するミッションだった。狙ったミッションの自然発生を待つのは現実的じゃないけど、俺は迂闊だったね。
のサメかな。元気でね。氷のそばに小さな点。行方不明のハンターを発見。機体と水力船が揃っているのはいいですが、場所が分かればウィンクルムで救助。機体を完全静止させる代わりにマグオール。残りはあそこにいる一人。これでみんな安全。ミッション完了。次のミッションは遭難信号の調査。あれだね、山登りといえばコールドボア。フレアはすぐに消えちゃったから、このマーカーを中心に探そう。何か見える。ここだ。角度的にコールドボアでは無理。核なる上は最強の投破性を持つ。アンヨ、みんなもアンヨを持っているよね。じゃあ下山しよう。問題は席の都合で一人しか乗せてあげられないこと。ヒーターの範囲だし、自分で歩かずに移動できるから待遇はいいはず。振り落とさないように徐行で。ミッション完了。今回最後のミッションはダイバーの救助。選手を上げる必要がなくなると視界も良好。行きますよ。ボートの回収。あとはダイバーたちを基地まで搬送。お車を用意。人数が分かっているなら、もちろんそれに対応。目的地に到着。ミッション完了。またね。